らが集まるクーニー TV。 どうもクーニーです。ドナイヤドナイヤプー、ドナイヤドナイヤプー、ドナイヤドナイヤプー、ドナイヤドナイヤ。ということで、プロも使ってる良質グラブドナイヤさんの今日はカタログを紹介したいと思います。ついにヤクルトの山田哲人選手がドナイヤと契約しましたね。そんなドナイヤのこのカタログの中にはこういった形で商品のラインナップが記されております。この辺のラインナップにつきましては、僕が以前タグチスポーツさんを取材した時にタグチスポーツさんの、動画の中で全部紹介しますので、ぜひ細かく見てもらいたいなと思うんですけども、まあ、注目なのはやっぱり山田選手愛用の DJIM かなという形にしますけども、まあ、僕話やっぱ聞いてて、さらにまあちょっとおすすめじゃないのかなと思ったのが、このキャッチャーミット DONC、DOC の方ね、こっちの方がまあ新しいキャッチャーミットなんですけども、まあ、マチの部分がね、薄くてまっすぐっていうのがね、特徴的なんです。この部分ですね、マチの部分っていうのは、この部分が薄くて、まあ、比較的まっすぐなおかげで、まあ、ボールがこうね入るときにこの下のマチの部分にすらずに入るので、いい音が出るっていう。中がオーダーについて書かれてますね。ちょっとね、結構皆さんにも聞かれましたので、オーダーグローブ、このカタログをベースに紹介したいと思うんですけど、まあ、まずはオーダーグラブシステムからですね。公式用の方がですね、だいたい5万8000円プラス税で、ミットの場合は6万からですね。軟式のグラブに関しては3万6000円で、ミットが3万8000円プラス税という形になっているようですね。で、色なんですけども、こういった形で素材もまず選びますよね。この表側って書いてますので、まあ、グローブの手にはめるこっちの部分かな、こっちの部分だと思うんですけど、まあ、この部分が、まあ、色が結構種類がある。17種類のカラーが選べて、まあ、パープルとかね、ライトグリーンとか、ダークブラウン、ブロンド、ゴールドとかね、まあ、変わった色とかもね選べるようですね。で、これがステアハイドだとそれが対応できて、キップレザーだと色の種類が減るようですけども、まあ、でもね、レッドとかイエローとかね、綺麗ですよね。で、軟式用だとこちらは種類がもう少し色が増えて、ピンク色とかは公式じゃできない軟式だけの色ですので、ピンクとかもうサックスって色とか、まあ、綺麗かもしれないですね。こういう僕ちょっとブルー系好きですね。いい色出せそうですね。で、裏側の色とかは選べないようでして、次がレースのカラーっていうのも456789 10種類ですかね、10種類から選べるという形になってますね。はみ出しのカラーも結構種類がありますね。はみ出しっていうのがこの部分ですね、この部分で、レースカラーって言ってるのは多分この部分だそう、こういう紐の部分だと思いますね、レースカラーって言ってるのが。で、その種類も結構色が多いんでね、ピンクとかさっきのサックスとかもありますし、ゴールドっぽいのもありますしね、かっこいい配色できそうな感じですよね。テンション上がりますね。縫い糸も結構種類があってかっこいいですね。縫い糸だけ変えるってこともできるんで、これはちょっといいおしゃれになりますね。で、あとはウェブのスタイルを選べますね。まあ、上の方ピーチから始まってるのが投資用で、タータンのウェブとかですね。で、真ん中の2列目になってくると、まあ、内野仕様とかね、投資用で両方とも使えるようなウェブで、3打目がもうほぼ内野仕様で使うようなウェブになってきて、で、最後4段目が内野仕様とか外野仕様、もう最後はこれ外野仕様ですね、この辺になってくるとという形になってますね。グラブの閉じ方とかもね選べるみたいですね。まあ、ベーシックなのだと、最近だともう横閉じダブルがベーシックですけど、ぜひ皆さん考えてやってくださいね。あとオプションで指カバー、指当てとかもできますね。あと背面の紐通しとかもできます。これはもう強度アップになりますよね。ピッチャーの方とかこれあってもいいかもしれないですね。そしてラベルも選べると。ラベル、あの山田哲選手とかはオールスターだとこういうピンク系のやつとかを使ってましたね、確か。かっこいいですね。ベーシックなので言うと、多分この辺りが、この辺りかな、もうベーシックになるんだと思いますけどね。で、刺繍もこういった形でね、複数種類があるという形でございますね。ということで、今日はヤクルトの山田哲選手が契約を結びましたドナイヤのカタログを紹介しました。主にこのカタログには商品のラインナップと、あとはオーダーについてのことが書かれておりましたね。皆さんもぜひドナイヤでオーダーグラブ試してみてください。それでは今日の動画は以上となります。応援、コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは失礼します。